こんにちは、福友です。先日の Adobe Max でフレスコのアップデートが発表されました。なんと iPhone 版が登場したりなどなど、フレスコには結構進化がありましたので、今日はそんなフレスコの新機能について触れていきたいと思います。では行ってみよう。まず一つ目の注目ポイントは、じゃん、 iPhone 版の Adobe フレスコが登場したことです。 iPhone 版でもこの通りフレスコのいろいろな機能を活用することができます。指で書くことになるのでちょっと難しいかもしれないんですけど、データはクラウドで連携されているので iPad で描いたイラストもこの通り iPhone で簡単に開くことができます。出先でパパッとデータを開いてちょっと一部修正するなんていう使い方もできるので結構便利かと思います。まあちょっと iPhone だとApple Pencil ほど書きやすいペンがないので、ちょっとそこが残念ではあるんですけど、そういう iPhone でも絵が描けるようなペンとか登場したらより使いやすくなるんじゃないかなと思ってます。では続いて iPad 版の方に移ります。フレスコを立ち上げます。新規ドキュメントを作成の正方形を選択します。ここからはよかったら一緒に真似してやってみてください。そしたらまずシェイプボタン選びまして、基本シェイプの中から円形を選びます。角のポイントを選ぶとこんな感じでサイズの変更をすることができて、真ん中のポイントを選ぶと縦長の円にしたり横長の円にしたりすることができます。これを活かしてちょっと潰れた感じの円を作ります。はい、できました。そしたら一番下のこのカラーを選びまして、黄色を選択してください。でその状態で塗りを押します。そうすると円が黄色く塗られます。続いて今度は正円に近い丸を作りまして、横長の円に重ねる形で円を作ります。そしたら同じように塗りを押して黄色く塗ります。はい、ここまでできたら今度はレイヤーを追加します。追加したレイヤーはこの黄色を描いたレイヤーよりも下に置いてください。この状態で今度はシェイプの中から多角形を選びます。そうすると三角ができるので、ちょっと横長の三角形を作りまして、角度を変えます。これがくちばしになります。 OK、 そしたらくちばしオレンジ色にするのでオレンジ色を選択して塗りを押してください。これもピクセルで OK です。はい、だいぶできてきましたね。そしたら黄色のレイヤーに戻ります。でシェイプボタンの中から今度は円形を選びまして、円形のサイズを小さくして目を描いていきます。はい、そしたら黒色を選択しまして、また塗りを押します。いかがでしょう。こんな感じでひよこが完成しました。そしたらこの黄色のレイヤーを選んだ状態でいよいよ新しく登場したツールのこちらですね、指のマークの指先ブラシというものを選択します。はい、そしたら混合ブラシの中にある冷気混合というものを選びます。この状態でひよこちゃんの周りをこう外に向かって、内側から外に向かってなぞっていきます。シュッシュッシュッとこう外に飛び出させる感じですね。そうすると分かりますかね、こんな感じでちょっとひよこのこう毛が生えたようなこう産毛感が出てきます。これを周り全体的にやっていきます。この指先ブラシっていうのが本当に指先でこう色を伸ばしてるかのようなことが簡単にできるので、とっても面白いツールです。でちょっと戻りたいなと思った時は2本指でタップすれば簡単に戻れるので、戻りながら自分の理想の感じでこうポヤポヤ感を作ってみてください。はい、できました。どうでしょう、こうふわふわしたぬいぐるみのようなひよこちゃんが完成しました。こんな感じで簡単にできるので、ぜひ皆さんも試してみてください。では続いてテキストも試していきます。こちらですね、 T のボタンをタップすると
こんな感じで簡単にテキストを追加できます。文字が入力できたらプロパティを開きますと、こんな感じでフォントを簡単に変えることができます。自分が入力したテキストがフォントを適用するとどういう風に変わるのかっていうのも見ることができるので、とっても便利です。そして無料版の Adobe Fresco を使っている人であれば、無料の Adobe フォントを使うことができまして、そして Adobe の有料プランを利用している方であれば、すべてのフォントを利用することもできます。テキストは自由自在に拡大縮小ももちろんできます。続いて追加された筆圧感知も試していきます。適当に好きなブラシを選んでください。私はピクセルブラシの中からレタリングのポイントペンを選びました。そうするとこちらですね、一番下にブラシ設定というのがあります。その中にあるスタイラスペンの筆圧というのを選びます。そうするとこんな感じでグラフのようなものが登場してきます。で、ここのエリアでも試し書きをすることができます。ペンの硬さ、柔らかさは上のスライドで変えることができまして、筆圧、柔らかいものを選びますと、こう書き味が滑らかに変わります。で、硬いものを選びますと、こうちょっと硬い感じ、そんな感覚を試すことができます。で、より自分の好みに調整したい方は、ここのポイントをずらすことによって自分の好みのペンを簡単に作ることができます。ぜひ自分の好みのペンができるようにいろいろ試してみてください。続いてバージョン履歴機能についてご紹介します。イラストのタイトル横にある3つの点をタップします。そうすると一番下にバージョン履歴を表示というものが登場しました。こちらを選びますと、こんな感じで書いた日付が出てきまして、その日までこう戻ることができます。結構イラストの依頼を受けて書いているとよくあることだと思うんですけど、前回のイラストの方が良かったからちょっと前の状態に戻してもらえないかななど言われてしまうことがあるんですけど、そんな時にとっても便利なので、ぜひこちらのバージョン履歴活用してみてください。イラストを間違った時にも戻ることができるので安心です。続いての機能はタイムラプス機能です。このタイムラプス、高画質のものも選択できるようになりました。やり方をご紹介します。設定ボタンを開きまして、アプリケーション設定を選びます。そうすると、一般の中にこちら一番下にタイムラプス設定というものがあります。この中から画質、そして画面のサイズを選択することができます。任意のサイズを選んでタイムラプス書き出すことができます。タイムラプスの書き出しはこちらですね、共有ボタンを選びまして、公開と書き出しを選択します。その中にタイムラプスを書き出しというものがありますので、選択するともうこれでタイムラプス書き出されてます。再生をしてみると、こんな感じでこの絵が仕上がるまでのタイムラプス表示することができるので、結構これ面白いので、これを SNS でイラストの完成状態だけではなく、イラストができるまでのタイムラプスも一緒に共有してみると面白いかと思います。最後にデスクトップ版のイラストレーターとの連携がとってもしやすくなりました。共有ボタンをタップしまして、イラストレーターに送信を押します。送信が完了すると、こんな感じで勝手にイラストレーターが立ち上がります。じゃん、この通りここからはイラストレーターで作業することができます。PC と iPad をシームレスに行き来することができるので、かなり便利です。いかがでしたか？ますます便利になった Adobe Fresco でぜひお絵描きをさらに楽しんじゃってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、福友でした。バイバーイ。